皆様、見事優勝を果たしました平野美宇選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。これで来年の世界卓球団体戦の代表の座をつかみ取りましたが、今どんなお気持ちでしょうか？正直自分でつかめるとはまだなんか自信がそこまでなかったので、すごく優勝できてすごく自信になりました。先週のグランドファイナルで悔しい思いをして1週間後のこの大会でしたが、どんな気持ちで臨んだんでしょうか？第一シードですし、実力的には全然優勝してもおかしくないなと思っていたんですけど、気持ちがまだ世界選手権の選考会についていけてなくて、オリンピックの選考が終わってすごく休憩したい気持ちだったので、その中で優勝できたのはすごくびっくりですし、すごく嬉しいです。そして決勝戦は同い年の早田ひな選手でしたが、どんな試合でしたか？そうですね、やっぱり、どの選手もすごくレベルが今すごい日本高いですし、でも今日は、あんまりプレッシャーもなく臨めたので、すごく久しぶりにあまりプレッシャーのない試合ができたので、すごく楽しかったです。はい、では来年の意気込みをお願いします。そうですね、初めて選考会で多分優勝したので、すごく自信になりましたし、自分で掴み取った世界選手権というのはすごくまた違って、すごく自信を持って臨めるので、世界選手権本番でも自信を持って戦いたいなと思います。見事優勝を果たしました平野美宇選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。